1992年9月に誕生したマツダの軽スポーツカーが AZ-1 である。完全ツーシーター、ミッドシップエンジン、ガルウィングドアとスーパーカー顔負けのメカニズムを満載した軽自動車で、当時のホンダビート、鈴木カプチーノなどとともに一大ブームを巻き起こした。 AZ-1 の魅力はやはりそのドア構造とスタイリングに尽きる。全長全幅ともに軽自動車枠ギリギリだったが、全高はわずか1150ミリしかなくぺっちゃんこ。ガルウィングドアもルーフにヒンジを備え、完全に真上に開く本格的なタイプだった。スケルトンモノコックと称する頑丈な交換スペースフレームを採用し、それに軽量の FRP 製パネルをボルト止めすることで、ルーフに負担のかかるドア構造を実現した。一方、インテリアは実にシンプル。左右のバケットシートにはリクライニング機能すらなく、運転席がわずかにスライドするのみ。フロントボンネット内部にわずかなラゲッジスペースがあるだけだったが、この割り切りがまたスーパーカーらしさを醸し出していた。エンジンは当時協力関係にあったスズキのアルトワークス用で、 657cc の直三 DOHC ターボは自主規制枠いっぱいの64馬力を発揮した。ギアボックスは5速マニュアルのみとスパルタン。サスペンションは前後ともストラットで、これまたアルトワークス用のフロント部分を流用していた。ブレーキも前後ディスクで、 ABS がオプション装着できる本格的なものだった。わずか1年で生産中止となった AZ-1 だが、今もマニアに熱狂的な人気を誇る車である。